アメリカ軍では上陸作戦用にいろいろな船を開発しました。その一つに LST があります。 LST はランディング、シップ、タンクの頭文字を取った名前で、日本語では戦車揚陸艦と訳されます。 LST は戦車揚陸艦と言いますが、搭載するのは戦車に限った話ではありません。戦車以外にも各種車両、軍用物資、兵員を搭載することが可能です。 LST の特徴は艦首に設けられた観音開きの扉です。この内部には道板があり、上陸作戦時にはそれを前に倒して搭載物資を搬送するための通路に利用できるようになっています。まさに上陸作戦用に作られた船なのですが、実は同じようなコンセプトの艦艇を日本軍も持っていました。それが陸軍機動艇です。今回は日本陸軍の戦車揚陸艦陸軍機動艇についてお話しします。海上トラックから始まった陸軍の研究。上陸作戦というとアメリカ海兵隊のお箱のように思われがちですが、実は太平洋戦争が始まるまでは上陸作戦の経験や装備の点から日本陸軍が世界トップの地位にありました。そのため日本陸軍が戦車揚陸艇を研究するようになったのは必然ともいえ、基礎研究自体は太平洋戦争が始まる数年前の昭和12年1937年から始まっていました。日本陸軍が海上トラックと呼んだ沿岸を航行する小型の貨物船がその始まりです。この貨物船は500トン程度の大きさで、船首部分にランプ状の改造が施されていました。海上トラックを用いた試験が昭和15年1940年8月まで続けられ、日本陸軍は多くの貴重な基礎データを得ることができました。そしてその経験をもとに翌年の昭和16年1941年、日本陸軍は播磨造船所に試作艇の製造を発注しました。試作艇の使用では、日本陸軍が海上トラックの経験から試作に踏み切った試作艇はどのような船だったのでしょうか。その仕様が残されています。 1.97 式中戦車を10両搭載できること。 2. 距離20メートルで1メートルほどの傾斜を有する海岸に戦車を揚陸できること。 3. 外見は一般の海上トラックと同じで、普段は貨物輸送に従事できること。 4. 速力は13ノット以上出せること。 5. 巻き波3メートルの海岸にも接岸できること。 6. 艦首部分の喫水は 1.7 メートルほどにすること。一番最初に97式中戦車の搭載が挙げられていることから、試作艇の仕様は97式中戦車の塗装能力を反映して定められたことがわかります。試作艇の道板はウインチを4号機と兼用したもので、電動リモコンで操作できるようになっていました。試作艇は昭和17年1942年4月に完成し、交流と命名されました。試作艇は船舶兵団に配備され、三浦半島の海岸で戦車学校や騎兵学校、歩兵学校に参加してもらい、テストを繰り返されました。試作艇のスペック、交流と名付けられた試作艇ですが、全長53メートル満載、排水量は850トンの艦体で、速力 14.5 ノットで航行できました。搭載能力は97式中戦車4両、トラック1両、小発動艇2隻、定員170名でした。75ミリ周径砲1門、150ミリ迫撃砲1門、20ミリ単装甲射機関砲3門という武装も施されていました。2番艦万竜は満水排水量948ノットと増加したため、速力が 13.7 ノットに低下しましたが、おおむねこのようなスペックで建造が続けられることになりました。試作艇から得た結論、日本陸軍は製作した試作艇での様々なテストの結果、1、この試作艇30隻で1個師団程度の規模を有する海上機動兵団、15隻で海上機動旅団を編成すること。2、海上機動兵団は戦車を主力とした諸兵科連合部隊とすること。3、1隻あたり97式中戦車1個小隊分である4両、トラック1両、戦車兵、歩兵、工兵など170名を搭載できること。4、
乗艦する兵員用の寝床を設けること。歩兵が乗艦する小発動艇を送り出し、本艇が着岸するより先に上陸させられること。6、軽迫撃砲を装備し、上陸直前に制圧射撃ができるようにすることなどが決められました。はじめは単に戦車の揚陸だけを目的としていたのですが、それが歩兵や工兵を含めた諸兵科連合部隊となっているのが特徴です。陸軍機動艇の誕生。試作艇の性能に満足した日本陸軍は機動艇として正式化しました。機動艇という正式名称と別に部内では SS 艇と呼んだようです。機動艇はまず2個旅団分として30隻建造されることになり、同時に昭和18年1943年11月16日に臨時編成部隊として海上機動旅団の編成が開始されました。海上機動旅団は3個歩兵中隊、1個迫撃砲中隊、1個砲兵中隊、1個工兵隊からなる機動大隊3個と、1個戦車隊、1個機関砲隊、1個輸送隊、1個通信隊、1個衛星隊で編成され、編成定員は5458名でした。計画当初は、戦車主体の諸兵科連合部隊として計画されたようですが、実際に編成されたのは、歩兵主体の諸兵科連合部隊だったことがわかります。海上機動旅団では、1隻の機動艇とその乗員で機動輸送中隊を編成し、この機動輸送中隊15個が第1機動輸送隊に配属されました。このように、部隊編成が決められた背景には、太平洋戦争の初戦時の様々な上陸作戦での経験がありました。日本陸軍は、実際の上陸作戦での経験をもとに、今後の戦いが強襲上陸となることを予想し、それを反映して、機動艇の建造と部隊編成を進めたというわけです。結局、太平洋戦争の戦局の悪化により、30隻ほどの機動艇の建造さえ容易ではなく、終戦までに完成したのは20隻に過ぎませんでした。そのため、日本陸軍の考えた諸兵科連合部隊による大規模な上陸作戦は、太平洋戦争の終結まで行われることはありませんでした。機動艇の問題点。30隻の建造予定数を満たせなかった機動艇ですが、仮に計画通り30隻建造できていたらどうなっていたでしょうか。実は海上機動旅団が予定通り編成できたとしても、そこには大きな問題がありました。それは海上機動旅団の護衛です。海上機動旅団が目的の島にたどり着くまでに海上で沈められてしまっては意味がありません。では誰が海上機動旅団を護衛するのか、一般的に考えてそれは海軍です。しかし日本陸軍と日本海軍の犬猿の仲は知られている通りです。前線では共同作戦を取ることもありましたが、中央では日本海軍は陸軍と戦い、その余力でアメリカと戦っていると揶揄されるほどの不仲でした。陸軍と海軍の不仲はアメリカもそうですから、日本に限った話ではありませんが、そうです、海軍が陸軍の海上機動旅団の護衛のためにどれだけの戦力を提供してくれるのか、この点に疑問符がつかざるを得ません。シーレーンの護衛さえ満足に行えない状態だったわけですから。では海軍がダメなら陸軍自身の手でとなると、これまたうまくいったか疑問です。何しろ陸軍の仮想敵はアメリカではなくソビエト連邦だったからです。ソビエト連邦との戦いでは護衛部隊の必要性は高くありません。ソビエト連邦の海岸部に海上機動旅団を用いて上陸作戦をするとしても、護衛は日本本土からのエアカバーの方が安全な上、効果も経済性も高いからです。ソビエト連邦を仮想敵とする陸軍が護衛部隊に多くの予算と資材を投入するとは残念ながら考えられにくいのです。海上機動旅団の護衛はどう考えても解決策がなさそうです。まとめ。今回は日本陸軍が作った戦車揚陸艇機動艇についてお話ししました。陸軍は地で得た貴重な戦空を生かして機動艇の建造と海上機動旅団の編成を進めました。それ自体は次の戦いに向けた新たな装備と部隊を作り出したとも考えられ、陸軍が戦空を正しく読み取っていた証左とも言えます。しかし
機動艇だけが、海上機動旅団だけが優れていても、戦争には勝てません。一体的な統合作戦ともいえる上陸作戦では、陸軍だけでなく海軍も協力して作戦を遂行しなければ勝利は得られません。陸海軍共同の上陸作戦を考えられなかったところに、機動艇、ひいては海上機動旅団の弱点があったと言えそうです。ご視聴ありがとうございました。もし、よければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。